さあ一発目ほのかどうでしょうか。ほのかは結構苦手意識がある。相変わらず下段を、あれはこれ投げてもよかった気が。ああ、ちゃんと下段、でもこれは、ああ、うん、これはなんかまぐれなところすごく。こっからですわ。もうね、ほんまどうしたらいいか分かんないんですよ、ほのか。いや、ほんとに。ビビりまくってる。で、こうやってやられたら。もうね、とりあえずゴリ押すしかないよなーとか思ってて。そう、うん、今思ったけど PKK って打ってるのはね、追い打ち。あ、下段全部振った。 PK 投げの方が絶対いいよね。いらんことした、めっちゃいらんことした。当たらない。もうね、結構起き上がりに欠けてるところはあるから。ああ、そうそう、久々の、久々のっていうか時々ダッシュ投げをやろうと思って。そうなんですよ、投げよって思ってからようやく、あ、今ゲージ丸ごと使っちゃった。あのゲージは下段やとダメなの。あーとか言ってる間に勝てた、よかった。苦手なほのかに勝てた、ありがとうございました。お次は2個ですね。この人今日結構当たるんですよ。なんか結構冷静な感じの人だった印象。うん、下段をちょいちょい絡めてくるタイプだね。うん、そうなんですよね。そうなんですよ。起き上がりをね、がっつりやられるからね、なんか。そう、このね、今受け流してくれたけど、中段起き上がりで受けられて。やべってなって下段起き上がりになってそれも受けられてるっていうね。あ、いい投げが入った。もうそれが一番ダメですよね。そうされなくてよかったわ。せっかくちゃんと下段受けたのに。いやー、うめえな。あの投げ読んで、僕のホールド読まれてたのかな。まあ、大技なんで普通に反撃できたけど。開幕の、あ、いいですね。何やってんの。あ、大丈夫やった。そうなんですね、意外と投げれない。ちょいちょいしゃがんでるんかな。はい、こちらも勝てた。いい感じだったわよ。ありがとうございました。もう一回さっきの2個の方と再戦。再戦は基本するつもりないんですけど、また当たっちゃったみたいな。まあこの機会に2個を研究させていただくか。これで倒せなかったんかな。でも、うん、怖い怖い。もうまあなんとか一生。そう、これ下段、これは偶然です。で、なんか証拠にもなく下段が読まれる、ね、この辺からね、なんか動きをね、読まれ出してきたんですよ。下も読まれるんですよ。そう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 。もうこれでもね、もうなんか意地になって、うん、もう一回打たりましたわ。でもそれも良くないんですけどね。ホールド意外と出さないんですね。うおお、俺の反撃も決まっまた
ちょっとでもこの方起きるんが遅いんかな。あの追撃入るとか、あーボルドは取られてるね。でもまあ勝てた。いい感じだったわよ。